これ書いて死ね、星4。漫画好きの東京の島に住んでいる主人公の JK、その JK はカルト的な人気がある一巻で打ち切りになった漫画の大ファン。ある時その漫画家が新作同人誌を出していると知ってコミティアまで買いに出かけたら実は自分のことをガミガミ言ってくる担任の先生だったことが発覚。そこから漫画家を目指して漫画を描き始めるという青春漫画。この漫画は原作者のガチで漫画を進行している殉教者のような人族の書く漫画であり、漫画家志望ならバクマンと同じくらい読んだ方が良い良質な漫画。もちろんそうでない人にも漫画が好きという気持ちが嫌というほど伝わってきます。例えば新たに仲間になる引っ込み思案の JK は親に怒られると萎縮してしまうという性格ですが、そのメスが母親に自分の気持ちを漫画にして伝えるとか、初っ端の私は時々海底に沈むといった表現と演出だったりが尊すぎて目からあんこが出ました。新しく仲間になるライバルちゃんの私は友達がいないし長続きしないという設定も、私は自分の気持ちを表現するから言いたいことを言えるが相手が何を考えてるのかわからないからいずれ人間と対立して一人になるとか、漫画家の才能がある人族の共通点である友達がいないからいつも妄想していたという部分、その妄想力を漫画にして昇華させるとことかで独創的な素晴らしい漫画が生まれるとか、ディモールとでね、人の気持ちを一切理解できないサイコパスな売れっ子作家がなぜこんなにも感動する漫画を描けるのかといった凡人が落ちる挫折だったりの表現がディモールとでねすぎてあんこが震える。初めてのコミケで自分が作った漫画が一冊も売れなかった時の選択で同情はプロを軟弱にするから私は買わないといった悔しさを学ばせると同時に、同情でも売れたという実績が自信につながるといった二つの答えを提示する部分がこんな描き方があったのか、とほえっとなりました。とにかく面白すぎる漫画であり非常におすすめ。おまんじゅう的にはこの主人公の JK ちゃんが初っ端に作ったニャンタの漫画がめちゃんこ面白くてぜひとも連載で読んでみたいのぜ。展開が唐突で無駄だらけのネームなのですがそこがめちゃんこいいんです。担当がつくと絶対に削られてしまう部分であり、その削られてしまう部分こそが実は主力であるという大変素晴らしいネームでした。